こんにちは。今日はこの、6個目の糸の購入品紹介と出来上がりをご紹介していこうと思います。でこちらの紹介はファンゴホで、こういう絵のものをイメージした糸って感じですかね。面白いですよね。ここの1個目のものもクロード・モネの絵をイメージした色って感じですね。これもこれめっちゃ面白くて、他にもなんかあったんですけど、これはこれだけ買いましたね。で今回このファン・ゴッホのものはこれ合わせてあと5個、全部で6個買いました。だからここからはこのゴッホシリーズですね、ご紹介していくことになります。でバーコードはこういう感じですね。で5437番ってことかな。素材が K75% ナイロン 25% で 100g 入ってて 425m ですね。こういうのです。めっちゃ可愛いですね。私ゴッホってすごい有名なひまわりしか知らなかった。なんかこういうの知れてまた面白いなとか思って、知る機会がねそんなになくてまあ目にはしてたと思うんですけど、なんか面白いですよね、こういう絵とか。なんかちょっとね、美術館とかも一時期行ってたりとかしてたんですよね。こう色の勉強とかにもなるし、だからまた行こうかなとか思うきっかけになりそうですね。またそれでね、ちょっとガマ口を完成までしていこうかなと思います。ではやっていきます。はい、こんな感じでガマ口つけてきましたね。めっちゃ可愛いんですけど、こんな感じ回したらこういうの、なんか今までの感じと全然違いますね。こう優しい色で結構派手な感じに来て、ここに来てこうなんていうんですかね、大人っぽい感じですね。こういう風に出るんですね。やっぱりこの靴下はね、これミリアスターミリアもれてると思うんで、まあ、全部に入れるんですけど、やっぱ色の出方が多少、まあ、若干違うのかなっていうところですね。まあ、ちっちゃいからちょっとね、まあ、比べても分からない部分もあるのかもしれないですけど、こんな感じですね。あ、めっちゃ可愛いのでもうまだまだいきますね。連続で今までずっとやってきてるんですけど、まあ、楽しすぎて、このねガマ口つけるのはね全然私は問題ないんですよ。連続でガマ口つけれるんでもう楽しすぎますよね、ガマ口つけるの。この編むのがね問題やなと思ってたんですよね。同じことを同じレシピでやり続けることがちょっと私は飽きちゃうかなとか思ったんですけど、まあ、全然今のところまだ飽きてなくって、まあ、最後までいけそうな気がするんですけどこんな感じ、まあ、こうやってねまた並べてでもなんかねコメントでいろいろ書いてくださってて、こう私はこれが好きですとかね、やっぱりありますよね、好みが。これが好きですとかね、1番と4番が好きですとか、なんかいろいろ書かれてましたねでもこうやってねお見せすることで何か買われる時のヒントになるかなと思って、ちょっとやってみてよかったかなって思いますね。こんな感じ。まあそうですね、まあ最初の1個って結構悩むところではあると思うんですけど、まあ、これが何か参考にしていただけるものがあればなと思って、まあ、あと 1,2,3,4,5,6 なのであと5個ですね。あと5個続きます本当にね、その私は買うものって本当一部の一部なんで、まだまだ他にもたくさん、まあ、このゴッホシリーズも1個だけ買えてないとかそうなんですよね。まあ、それは色が結構似てるかなと思ったので、それは買わなかったって感じなんで、まあそういった感じで買ってない方の方がもうめちゃくちゃ多いんで、まあ本当は私の好みではなるんですけど、その中でもこれっていうのが見つけていただくことができればなと思ってご紹介してます。何か参考にしていただければなと思って。はい。まだまだ続きます。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。